こんにちは。富士山のふもとの体験工房ブラックキャットです。今日のテーマはカードケース作りです。包丁の使い方は別動画でまとめてありますが、今日も簡単にお伝えしたいと思います。私が主に使っているのはこちらの3つの大きさです。この包丁は片刃になっています。片方だけが斜めになっていて、反対側はまっすぐになっています。なので厚い皮をこのまままっすぐで切ってしまうと、皮の断面が斜めになってしまいます。皮を切るときは包丁を少し右へ倒し、そして前へ倒します。この角度をキープしたまま皮を切ると、皮の断面は綺麗なまっすぐなラインになります。では実践してみたいと思います。包丁を握ったらトップを親指で押さえます。親指でしっかり下への力を加えていくと、包丁がつるっと滑ることが少なくなりますので、下へしっかり力を向けてください。この角度をキープしたまま包丁を手前に引くよりも下へ押し付ける力をしっかり加えながらカットしていきます。この角度をキープすると断面がまっすぐに切れるようになります。トコプロを小分けしておきました。トコプロはかなり緩いのでスポンジで塗るのがおすすめです。皮の裏面は絨毯の目と同じようにけば立つ方と目が寝る方がありますので、目が寝る方向に向かってトコプロを塗っていきます。表面が乾いてきたらガラスや木などを使って磨きます。磨き終わって表面がツルツルになりました。